今日はこの前に主役ではなく翻訳は今回は翻訳ということで、翻訳の未来というタイトルでお話しいただきます。じゃあよろしくお願いします。テリア先生どうもありがとうございました。今日はですね、翻訳の未来ということについて、お話ししたいと思います。まず全く関係ない話かもしれませんけど、こちらの香港のですね、あるホテルのお部屋をね、見てましたらね、 This room is not afraid of the dark って書いてあって、結構これ可愛い英語だなって思ったんですけど、これをもし和訳するとしたらどうするかとちょっと考えてしまったんですよね。これ直訳したらさ、どう考えてもおかしいと思うんですよ。この部屋は暗闇を怖がらない、ね、やっぱりちょっと訳としてはおかしいと思います。ホテルで普通に使う言葉としましては、節電をお願いいたしますではないかと思いました、ね、ですからやっぱりこの直訳とかワードフォーワードのね、訳し方をしてしまうと、場合によっては非常に不適切になると思いますね、はい。で、今シドニーではですね、実は日本の和牛が大変なブームなんですよ、はい。で、私の友達が日本からね、わざわざシドニーにおける和牛の普及率というねトピックで取材に来てるんで、私の友達がですね、通訳やってるんです。和牛というのはもうこういうね、言葉になっております。わざわざジャパニーズビーフという必要もありませんし、またジャパニーズビーフと和牛っていうのはちょっと意味が違うんですね。やっぱりシドニーで和牛と申しますとか、非常にこう柔らかくて食べやすくて、日本ならではの味がするという、そういう意味なのだそうです。このようにですね、もう今日本語が当たり前にね、このローマ字になって通じるという例がたくさんオーストラリアにはあります。ちょっと挙げますと、例えばカルオシ、なんか嫌な例ですけど、カルオシでありますとか、ね、それから、食べ物はもうたくさんもうローマ字化されてましてね、普通にも通じてしまいますよね。だからビジネスの言葉でも不具合ってね、はい、もうこれ通じる工場もあるんですよ、不具合。ですから、わざわざ英訳しなくてもいい例というのが増えてきたと思いますが、でこれから本題に入ります。今シドニーの大学ではですね、最近通訳翻訳を教える大学も増えてきまして、ある大学でローカライゼーションもしくはローカリゼーションというトピックで、その翻訳の講義をしてたんですよ。で、一度この講義お手伝いしたことがあるんですけれども、ローカライゼーションっていうか、ね、コンセプトがいまいちよく分かんなかったので、担当の先生とお話をしてですね、でローカライゼーションにはいろんな意味があるけれども、そのグローバライゼーションというか逆の方向を行くね、例えば英語で書いたものを日本人に読ませるときに、そのままただ訳してもわからないことがいっぱいあると思うんです、ね、そうすると注釈をつけないとやはりわからない場合が多いと。で、小説物語の翻訳でしたら、もう以前から注釈はねつけるのが当たり前になっております。しかし、産業翻訳ですとね、注釈をつけない人もまだまだ多いように思います。で、私としましては、そのローカライゼーションというのを一つね、注釈、アノテーションをつけて、読み手に分かるようにするという意味に解釈してはどうですかと申し上げましたら、一応これがなぜか通りまして、でそういうその翻訳におけるローカライゼーションというトピックでお話をしたことがあるんですよ。 でその注釈なんですけども、要するにそのまま訳してもね、わからない例というのはよく考えてみるとたくさんあります。例えば旅行ガイドです。ある方が書いてましたね、
日本の旅行ガイドとそれからアメリカの旅行ガイドには大きな違いがあるんですって。日本の旅行ガイドというのは情報提供が大きな目的であります。ですからどこに行ったらいいとか、どこのレストランが美味しいとか、ね、そういうことが主に書いてある。ところがその方によればですよ、アメリカの旅行ガイドというのは読み物風に書いてあるそうですね。まるでね、随筆エッセイみたいに読めるんだそうです。読んでてまあ面白いと言いますかね、物語風である。そうすると、オーストラリアのですね、旅行ガイドも結構ね、随筆風、物語風に書いてあるものも多いんですよ。ね、そうなりますと、それを訳すときは、やはりその言葉遣いで訳した方がいいと思いますね。で、旅行ガイドは皆さんが読むものですから、あんまり特殊な漢字とか、特殊な言い回しというのは、使えないと思うんですよ。で、日本の常用漢字を使う、みんなに分かる言葉で訳す、でも専門用語はごまかしてはいけない、ね、そういったルールを踏まえて訳すということになります。オーストラリアの例でいくつかね、申し上げますと、例えばオーストラリアにはアウトバックって呼ばれるところがあるんですよ。これをカタカナでアウトバックって書いてある旅行ガイドはいっぱい日本に出てます。しかしアウトバックって言われてもね、皆さんわからないと思うんですね、多くの方はね。で、辞書を引きますと、これね、未開地とか奥地とかね、遠隔地とかね、そういう意味なんです、ね、でもオーストラリアならではの未開地、奥地、遠隔地という意味で、ね、ちょっと他の国で使うかどうかは、調べてみないとわからないんですけれど、別に未開地だからといってね、決してその否定的な意味はなくて、ね、オーストラリアのまだあんまり知られてないところ、遠いところ、あんまり人が行かないところという意味なんだそうです。もう一つ、ブッシュって言葉があります。これね、破って訳しちゃう人が多いんですが、オーストラリアのブッシュというのは、なんと一説によるとオランダ語のボーシュから来ているんだそうです。ボーシュがなぜかブッシュになってしまったと。で、これもやはり未開地とか遠隔地という意味があるんだそうですね。ということは、オーストラリアンブッシュという言葉をオーストラリアの破と訳してしまったら誤訳になりますね。それからリバーズ、オーストラリアはいろんな川がありますけれども、ここでまあそのどういう漢字をね選ぶかなんですけど、例えば同じ川でもね、少なくともこのように2つはあるわけですよね。オーストラリアの川というのは大体こう大きくてね、広くてね、はあ、日本でいうその小川みたいな川というのはほとんどないので、どうしてもね、その上のね、だから山水辺の川を使うことが多いのかなと思いました。実際に日本で作られたオーストラリアの地図を確認してみましたら、山水辺の川を使って訳してある川も随分あるんだということが分かりました。まあ、もちろんそれだけではありませんけれど、そうしますと同じまあリバースだとか、まあ他にもね、川という絵もたくさんありますけれども、どういう漢字を使うべきなのか、どれくらいのスケールなのか、で、長さはどれぐらいなのか、まあそういったことを計算しないと正しい訳ってできないんだなと思いますね。それからこのデザートなんですけれども、砂漠ですね。これはまあ、それは砂漠と訳すのは別にそんなにも難しいことではないと思いますが、ただ一般にその皆さんが考えている砂漠と、それから土地の人が考える砂漠って違うことがあるんですよね。そうなんですよ。普通ね、なんか日本語で砂漠っていうと何も生えてなくて、ね、砂ばっかり で生き物が生きられなくて、そういうね、ニュアンスがあるのかもしれません。ところがオーストラリアの、例えば、ね、砂漠の近くに住んでいる人たちに言わせると、砂漠って生物多様性が素晴らしくあるところだそうです。は
い、実際私砂漠にツアーで行ってきたんですけれども、その通りだということが分かりました。あの一面砂なんですよ。ところが土地の人が示してくださるところを掘ると、そこから水が出てきます。その水ものすごく新鮮で、飲んでも大丈夫です。健康に悪くないんですね。そしてまあその砂をどんどん掘っていくと、いろんな生き物とか植物がですね出てくるんですよ。ですからオーストラリアのこのアボリジニという人たちは、あの砂漠で、まあ住んでいる人も多いんですけども、なぜ住めるかと言いますと、砂漠の生態をよく知ってるんですね。ですから砂漠で、あのそうやって食べ物を取ることができるし、水のありかも知ってるんです。だから同じ砂漠という言葉でも全然中身が違うんですね。だからまあ、あのあそこのアボリジニの人たちは、まあ人によってはですね、その砂漠のある特定の、まあ一帯ですね、これスーパーマーケットって呼んでるんですよ。たくさん食べ物があるから、たくさん飲み物があるからなんですよ。それからもう一つ行きましょうか。レイクエアっていうエア湖というね湖があるんですけど、ね、例えば日本語で湖っていうと、大体皆さんもあの摩周湖って湖があったかな、琵琶湖っていうのは相当大きな湖かなとかね、そうやってそのイメージが湧くと思うんです。ところがオーストラリアのエア湖というのは全然違いまして、雨が降った時だけ出現すると、言い方が変ですけどそういう湖であります。オーストラリア乾燥してましてね、エアコンがある地域っていうのはもう雨あんま降らないんですよ。で何年か前、1999年だったと思うんですけど、本当に久しぶりにエアコンの周りに雨が降ったんですね。でエアーズロックがね、あれエアーズロックって今本当はウルルって言うんですけど、あのあれ赤い岩だったはずなのに、なんかね紫に近い色になっちゃったんですよ、雨が降って、ね、でそのエア湖ですけれども、雨が降った時にだけその湖の形をねができるというね、非常に変わった湖なんですよ。でまあ大きさっていうと、なんかオーストラリアの、西オーストラリアを除いたほとんど全部の州にかかってるはずなんですね。国土のですね、大体6分の1ぐらいは本当はあるはずなんだって地質学者の方が言うんですよ。と思いますけれども、そういう湖があるのね。でここは非常に塩分がね強い土地なんですよ。 ですから雨が降ってない時は真っ白、塩分で真っ白です。興味のある人は後でねレイクエアでイメージを見てみてください。真っ白です、で雨が降りますと湖が出現しまして、そしてその水というのが非常に塩辛い、ね、これ海かなって思うくらい塩辛いんですよ。ですからオーストラリアってレイクソートって言ってね、湖で採れたお塩というお土産品であるんです、その塩は何色ですか？白もあります。ベビーピンクみたいなお塩もあるんです、びっくりしますね。やっぱり同じそのレイクエアをエア湖と訳すんでも、これまた中身を知らないとその説明は自分で納得して訳せないです。私は自分の主義としまして、自分がわからないものは訳さないことにしています。ただ言葉だけ置き換えても下手な訳になっちゃうし、第一ね訳してて気分悪いんですよ。やっぱり自分が納得して理解しないと訳したくないなと思います。それからオーストラリアでよくブーメランって言いますね。これはもうこちらでもよく知られてると思いますけど、日本の観光客の方もねお土産で買っていかれますけれど、ただこのブーメランもですね中身をね、知っている方がよろしいですね。多くの方はこのブーメランを飾り物として買うんですよ。中には広いところで投げるために買う人もいます。ただこれ非常にね危ないのはリターニングブーメランといって、投げたら戻ってくるブーメランと戻ってこないブーメランがあるんですよ。戻ってくるのがいいです、自分のところに戻ってくるからねキャッチすればいいんだけれども、戻ってこないブーメランはどこに行くか分かりませんよ。それからブーメランって結構ね硬い木で、大体ユーカリだと思いますけれど、そういう木でできてるんですよ。うっかりね子供さんに当たったら大変ですよ、大怪我します、ね、
大人に当たったと大怪我すると思います。物に当たった場合によると壊れるかもしれません。非常に危ないです。それからもう一つブーメランの機能といいますかね、音楽の、ね、楽器として使う人たちもいるんですよ。まあ、これは特にアボリジニの人たちですけれど、あれ投げると音がするんですね。それをその楽器と解釈して投げている人たちもいるんです、ね、ですから、まあ、単にそのお土産としてのブーメランだったらブーメランだけでいいのかもしれないけども、ブーメランの説明、詳しい説明を訳すとなると中身知らないといけないんです、やっぱり、ね。それからもう一つアボリジニーがよく、ね、使う楽器でディジェリートゥーという楽器があります。これ、まあ、ご存じない方はぜひ後でイメージを見てみてください。これは、まあ、言ってみれば管楽器というのかな。でこれをです、これはもうね、カタカナでディジェリートゥーと訳すのが一番いいそうですね。他にいろんな訳を見ましたけど、管楽器っていう訳がありました。でも管楽器だとちょっと広すぎませんか、ね、それからまた別の方は笛って訳してたんですけど、ちょっと笛ではないように思いますね。もちろんフルートではありません。フルートは横ですよね。ところがディジェリートゥーってのは縦にして吹くものであります。でこのディジェリートゥーなんですけれども、演奏者は息を、まあ、だからディジェリートゥーの中に入れながら同時に鼻で息を吸い込む。で同時にそれをやらなきゃいけない楽器なんだそうです。ですから演奏するのが非常に難しいそうです、ね、ただこういうその息を上手にね、吐きながら吸ってというね、この、循環ですね、これが必要な作業というのはディジェリートゥーの演奏だけではないそうです。例えばこれ日本の仏教のね、お坊様に伺いましたら、お経を読む時がまさにそうなんだそうですね。伺った時はびっくりしましたけれども、でそういうことをね知ってるとですね、訳す時にね、まだ楽なんですよ。何にも知らないと本当に自分は今何訳してるんだろう、本当気分が悪いとかこうなります。ですからオーストラリアにもですね、翻訳やりたい、翻訳者になりたいっていう人は大変多いんです。でもね、一部の人はですね、内容よりも何よりも訳せばいいんだと、そう言うんですね。それは違うんじゃないかと思うんですよ。まあ、ツーリズムだけではありません。オーストラリアには、MLA Meet and Live Stock Australia っていうね、機関があるんですよ。これはオーストラリアの食肉産業を統括しているところなんですけれども、これのリポート読んでましたらね、もういっぱい注釈つけないとこれ分かってもらえないだろうなというところがありました。例えばオーストラリアの会計年度ファイナンシャルイヤーね、これ日本と違いますよ。日本はね、3月に終わって4月に始まります。オーストラリアは7月に始まって6月に終わります。ですから単に会計年度と訳しても、注釈つけてオーストラリアは6月に終わります、7月に始まりますって書いてあげないと読んでる人分からない、ね、それから例えばその食肉のですね、部位ありますね。例えばブリスケットだとかさ、日本語で言うとそのバラ肉だとか、ね、うね肉だとかありますでしょ。これ比べてみましたら、オーストラリアと日本では肉の部位が微妙に違うんですよ、ね、ブリスケットっていうとよく肩バラって書いてありますけれども、オーストラリアと日本のね、このブリスケットってのはちょっと違うんですね。ということはこれまた注釈がいります、ね、ですから、まあ、ある方が MLA リポートを訳しまして、で英語のブリスケットをそのままカタカナでブリスケットにして、でその下に注釈つけました。なぜならばオーストラリアと日本のその肉のね、部位が違うからという理由でした。全部日本語にしちゃうとね、誤解されるんですよ、読み手に。からマーケット、これはまあ市場ということですけれども、 MLA リポートは非常にオーストラリアのこの食肉の輸出の状況がいいということで、まず一番大きな市場は米国、アメリカであると。
それから2番目に大きな市場として日本と韓国ともう一つどこかの国をね3つ合わせて1つのワンマーケットとしてたんですよ。でそれを読んだ時にその国ではなくてねもっと大きな国境を越えた地域をマーケットっていうこともあるのかなと、少なくとも MLA の方はそう考えてレポートを書いてらっしゃると。ということはその考えを勝手に変えるわけいきませんよね。けれども日本人にそういう考え方あるかなとちょっと考えちゃったんですよ、ね、それで、まあ、一応そのこの MLA リポートの、作者の言いたいことはその参加国を一つの市場とする、いわゆる市場とするということで、いわゆるという言葉を、ね、入れて訳してた人がいました、うん、これなんかは非常にうまいなと思いましたね。で、この先ほどね照屋先生からのご紹介にこのナーティー、つまり、翻訳者通訳者認定機関というのがあるという話が出ましたけども、ここでは、まあ、通訳のそして翻訳の認定試験というのがあるんですよ。これを、まあ、受けてパスしますと認定翻訳者認定通訳者になれるんですよ。ところが最近ねその翻訳の試験っていうのはこう変わらなくちゃいけないんじゃないかっていうね考え方も出てきてる、ね、ナーティで一応認定試験を受けますと注釈をつけなさいっていうね要求はないんですよ。書いてあることそのまま訳してください、ね、ですからそのまま訳して注釈などを一切つけなければ、そしてよくできていれば合格なんですよ。でもじゃあオーストラリアのものをそのまま訳しちゃって果たして本当に読み手に分かるのかな、そういう疑問が出てきてしまって、それで試験のやり方をちょっと変えた方がいいんじゃないか、ね、そういうことです。それからまあ、もちろんその試験にはね辞書を使って構わないわけですけれども、から近い将来ねそのウェブサイトを使える試験なんかも作った方がいいんではないかというアイデアはあるんですね、はい、ただウェブサイトというのは、まあ、月曜日もちょっとだけ申しましたけれども、まあ、間違ったね訳を載せてるものも少なくないんです。私香港に来る直前にある仕事をやってましてね、でそれは国際ビジネスの中でもオーガニックのローションの、役だったんですよ。で、要するに今は世界中でオーガニックのね化粧品オーガニックローションなんていうものができてまして、ある会社のオーガニックローションというのは原材料がビーンスプラウツ、ね、ビーンスプラウツだと書いてあったんですよ。で、日本にそういうね化粧品があるんじゃないかと思ってウェブサイトをいろいろ見てみましたら、その多くがですねエンドウ豆から作った化粧品って書いてあるんですよ。でもスプラウツですから豆ではちょっとないんじゃないかと、スプラウツの豆って訳してしまうのはなんか抵抗があったんですね。それでまあもっと詳しい資料を読みましたら、やっぱりそのエンドウのエンドウという植物の若い芽、芽ですよ、芽、豆ではなくて、ね、それから作るものだということが分かった。そうしますと、まあそのね、せっかく日本語のサイトを作った方には申し訳ないんですけれども、やはりそのウェブサイトもね見ればよい、そこにある訳語を使えばよいということではなくて、自分でリサーチしなきゃダメだということが分かりましたね。何事もその自分でまずリサーチして、でちゃんと納得してからじゃないといい訳語って作れないなって思いました。それからまあ将来的にですね、じゃあもう注釈をつけるのが当たり前っていうね、コンセプトで翻訳をやる場合、言語デスマス中にするべきかデアル中にするべきか、これはもちろん日本語で注釈つける場合ですけどね、これは賛否両論いろいろあるんで答え唯一絶対の答えは差し上げられませんが、小説とか物語では別にデスマス調ではつけないですね。大体まあデアル調とか体言止めとかそれでやってる人が多いと、うん、では産業翻訳ではどうかというと、私の経験から言いますと
デスマス帳でつけた方が喜ばれますね、はい、読んでる人がね、なんか丁寧だと言って喜んでくださるんですよ。別にリアル帳だから乱暴だってことじゃないんだけども、だけども両方ねやってみたらデスマス帳の方が断然好評だったんで、デスマス帳も使うことにしたんですね。まあもちろんクライアントによってね好みはあると思いますので、皆さん将来ねやるときはクライアントと確認することをお勧めします。しかし注釈の全くないね、翻訳というのは誤解を招きやすいと思います。例えばいきなりアウトバックなんて訳してしまう、何これ全然わからないって言われるかもしれません。でジェリードゥーなんて書いてあって何これって言われるかもしれないです、ね、そうしますとやはりその注釈というのはこれからどのね翻訳通訳をやるんでも考えなきゃいけない要素なんじゃないのかなと思いますね。それで、ただその注釈をつけるわけにはいかない分野というのがあるんですよね。まあ、皆さんは字幕、アニメの字幕とか映画の字幕とかそういうものに興味のある人も多いと思いますけれども、字幕は注釈つけるわけにいきません。どうしてかと言いますと、まず字幕ってどんなに長くても5秒か6秒でしょう、読む時間が。もっと短いのもありますよ、2秒というのもありますね、2秒から6秒ぐらいしかないのにそんな注釈つけてたら誰も読めませんよね。読むだけで忙しくなっちゃって、アニメとか映画の映像の方が見れなくなってしまう。ですから、まあ、サブタイトリング字幕の場合、まあ、この注釈というのはつけられない。そうするとじゃあどうしたらいいのか、まあ、オーストラリアには国営放送でSBS スペシャルブロードキャスティングサービスという機関なんですけれども、ここがですねサブタイトリングユニットという字幕のね、専門の部門を持ってまして、で SBS というテレビで翻訳する放映するですね外国の映画すべて SBS のサブタイトリングユニットが字幕をつけてるんですよ、ね、で、まあ、将来オーストラリアに行く機会があったらですね、でもしラッキーだったら SBS のオープニングデーがありますので、この時は見学できるんです。中、ね、見学できますので、機会のある人はね、そして興味のある人はぜひ見学してみてください。でこれから簡単に SBS の方に伺った字幕のやり方ご説明いたしますと、一つはまず時間との戦いです。で本当に2秒から6秒ぐらいしかないので、全てを訳してるわけにはいかないんです。ということはどうしたらいいか、もう一番大事なポイントだけ訳すしかないです、ね、今 SBS でもコンピューターを使って字幕作るんですよ。で、ね、作ってるところを見せていただいたら、実際の映像をこうテレビみたいな小さな機器で見ながら字幕を入れていくんです。ゆっくりそんな鉛筆で書いてるに時間ないです。もう聞いてすぐ字幕入れられなくちゃいけないんですね。ところがその字幕が長すぎますと機械が教えてくれるんです、はい、字幕がね黄色い字でね綺麗に入って、長すぎると急に赤い字に変わる。ということはその字幕は使えません、長すぎますっていうことなんですね。赤い字が出てきちゃったら全部やり直しですこれの繰り返しなんだそうです。だからもう一つその字幕で大事なことは固有名詞、ね、それから例えばじゃあ日本のね、映画をに英語の字幕をつけるとしますよね。と日本では有名な人でも、例えばじゃあ香港では誰も知らないかもしれません、オーストラリアでは誰も知らないかもしれません、その時は個人の名前をそのままローマ字などにするのではなくて、例えばフェイマスアクターとかね、そういうパラフレーズをするんですよ、書き換えをするんです、ね、それからじゃあ例えばアメリカでメイシーというデパートあります。アメリカでは非常に有名なデパートですけれども、このバッグメイシーで買ったんだなんていうですねサブタイトルをつけたとする
ところがメイシーというデパート知らない人にしてみればわからないんですよ。そしたらでこのバッグデパートで買っちゃったとデパートとパラフレーズした方がいいことも多いんだそうです。そうやってやっていくのが字幕だそうですね。だからまあ字幕はまあ本当に申し上げまでもないんですけども、他の翻訳と同じで、直訳は禁物ですね、うん、まあ要するにその言葉をそのまま一個一個訳しても、ね、意味が通らないことが多い。例えば焦るって言葉あります、ね、酸、ね、まあ、酸なのかもしれませんけれども、例えば映画でこんな、ね、セリフがありましたよ。 It's gonna be acid tonight、ね、これは、まあ、非常にその古い、ね、パブでたくさんの、ね、なんか怖そうな男の人たちがお酒飲んでるシーンですよ、ね、この It's gonna be acid tonight、 これを日本の清水俊二というもう非常に字幕のうまい方、残念ながら前に亡く、もう随分前に亡くなったんですけど、この方が今夜の酒は荒れそうだと訳してらっしゃった、ね、これなんかうまいなと思いましたね。アセットを、ね、あの無理にそんな、ね、訳出せずに、結局アセットってのはその場合ネガティブな意味なんですよね。あ、今夜は荒れそうだ、今夜の酒は荒れそうだ、そういうね訳し方をしてらっしゃったんです、うん、ですから、まあ、そのように、そのワードフォーワードの訳し方ではなくて、ね、中身を訳出するのがやはり字幕でも大事、アニメでもそうですよね。香港にも日本のアニメたくさん来ていると思いますけれども、いろんな方が訳していると思います。その中で皆さんもね、将来あのサブタイトラーになりたい、私は字幕翻訳者になりたいという人はなるべくたくさん見てね、あの実際の本当に使われている言葉とサブタイトルとね比べてみてください、ね、上手なのは本当に上手ですよ。そんなに素晴らしいお手本はないと思います。で、上手だと思ったらね、どうして上手なのか考えてみてください。どうして上手なの？例えば直訳してないから、意訳のしすぎをしてないから、日本の文化がよく分かってるから、いろんな理由があると思います。そうやってやってみてください、まあ、残念ながらね、シドニーにも字幕のついたね日本映画たくさんあるんですけれども、中にはその海賊版みたいなのを見てますと、まあ、ほとんどめちゃくちゃなのもあるんですよね。はい、映画自体はシリアスなんですけども、字幕を見て大笑いしちゃったりとかね、そんなのもあるんですよ、ね、ですから、まあ、将来ね字幕翻訳やってみたいという人は、そういういろんな字幕を見てね、それで、比べてみてください。で、ある字幕に結構、まあ言っちゃなんですけど面白いのがありましたね。 ある映画としか言いませんけど、2人の男性が友達同士です。非常に仲がいいです。それでまあしょっちゅう会ってます、ね、で、ある日また例のごとく会って、でその男性の一人が「Hey you」って言うんですね。で字幕を見たら「やあ君」になってるんですよ、ね。で、どうなのかな、こんなにね、もうお互いにもう友達というよりは日本語で言うと「ダチ」みたいなね仲なのに。いやー君って言うかな。まあ私だったらよーって訳すかもしれない、うん、男の人同士だったらね、もうそんなにもよく知ってなかったよって言いますから、ね、そうやったらいいんじゃないのかなってちょっと思いましたけど、まあそれがね字幕のね作り方なんです。テレビでは下によくねテロップを出すって言うんですよ。でこのテロップはどうやって作るかと言いますと、専門の方が作る場合がほとんどなんですが、通訳がテロップに使われることもあります、はい、まあ、あるそのテレビ番組のお仕事で現地に行きまして、そして、オーストラリア人が日本人のスポーツ選手にねインタビューしたんですね。
で、まあ、日本人の方は英語を話さない方だったので私がよくで通訳してたんです。そしたら通訳したのがみんなテロップになって出てたんですよ。一言も断ってくれなかったのでできたものを見た時驚いちゃったんですけれども、うん、そうやってね通訳をテロップにすることはありますよ。で、まあ、そういった状況であります。それからもう一つはですね、この言葉遣いですね。これはもう産業翻訳でも文学の翻訳でもそれから字幕でも同じだと思いますけれども、どういう言葉を使って訳すか、まあ、基本はね通訳とそんなに変わらないと言われてます。ですから使われてる言葉のレベルレジスターに合わせた言葉で訳してくださいというのがルールになっております。ただし字幕の場合は字数の制限がありますので、それを全てね採用するというわけにはいかないと思います。だから逆に一応訳語はあるんだけれども、こんな訳語あんまりねその日本では使わないよっていうのもあるんです。例えば、じゃあちょっとね非常にこうよろしくない例なんですけども、英語でビッチっていう言葉ありますね。ビッチね、でこれはあるねその小説の中に出てきたんです。ですから、まあ、ある男性が自分のパートナーに対してものすごく怒って You bitch って言ったとね。でその翻訳をした人はそのまんまもうね丁寧にこの甘訳してるんですね。ただ日本でねこの甘っていう言葉をどれくらい頻繁に使うかななんてちょっとね考えてしまう、ね、そうするとこの辞書にその余って出てるからといってそれをそのまま使えるってこともあんまりないんじゃないのかなという気がいたしました。ということは何か別の言葉を使ってもいいし、無理にその通り訳さなくてもいいんじゃないのかなと、ね、私これ日本のね翻訳解説書なんかを読んでるとよくね似たようなエピソードが出てくるんですよね。ですから、まあ、翻訳やりたいという人はそういったね翻訳入門書とか翻訳の手引きなんかを参考にしてもいいと思います。それからもう一つはですね、このことわざとかねよく使われる言葉とか特殊な言葉っていうのは非常に訳しにくいと思いますね。例えば Curiosity killed the cat っていうね言葉があるんですけど、これなんかもねこのように Curiosity killed the cat って書いてあったら、まあ、そのまま訳すと好奇心は猫も殺すと、ね、好奇心が強すぎると痛い目に遭いますよという、まあ、教訓なんでしょうね。ところがさっきそのインターネットでちょっと見てたら Curiosity kills the cat ってこれバンドでそういうバンドがあるんですね、音楽のバンドで。それからさらに見てたら Curiosity killed the cat というバンドもあるんですね。もう嫌になっちゃいました、ね、うん、ですからこれはもうね油断できないわと。Curiosity killed the cat だから、じゃあ好奇心は猫を殺す、もしくは好奇心が強すぎると痛い目に遭いますよと訳していい時と、バンド名だからそんな風に訳しちゃいけない時とあるんです。からもう一ついきますか。ブラックドッグって言葉あるんです。これオーストラリアで使われてるんですけどね、何だと思いますか。黒い犬ではありません。ディプレッション、憂鬱のことなんだそうです。オーストラリアの方はね I have the black dog today、 こんなのね間違って訳したら私は黒い犬を飼っている大間違いですね。私は今日憂鬱だっていうことなんだそうです。実際オーストラリアにね The Black Dog Fan Institute だったかなっていうメンタルヘルスの専門の機関がありましてね、ここが研究してるんですよ、ね、これ間違ってね I have a black dog today だったら今日私は黒い犬を飼ってるということになっちゃいます。じゃあ明日はどうなるのかなっていう感じになりますけれども、あーかざかっていうのこれすごくね難しいと思います、まあ、私なんかもね日本生まれの日本育ちですから、英語勉強した時あーとざっていうのすごい苦労して、ね、もう最初は分かんなくて困ったんですけれども、だけども未だにねあーとざとそれからざつけちゃいけない時ってありますでしょ、ね、例えば、太郎山田
President of the company って言い方をするけれども、この President に座つけたら英語の先生に怒られますよね。この時はその座つけちゃいけないとかね、そういうね、いろんなルールがあるんですよね。だけどでもそういうのがね、私はちょっと苦手という人はね、短い新聞記事でいいですから音読することをお勧めします。声を出して読みながらね、これなんで座がついてるのって考えてみてください。で、もし分かったら一歩進歩したことになります。これどうして座がついてるの？ね、あ、これはいっぱいあるリンゴのうちどれでもいいから座がついてアンアップルだと。分かったらそれで一歩前進したことになりますよ。自分で理由を一生懸命考えてみてください。友達とディスカッションしてもいいと思います。だからアもダもついてない、なんでついてないの、ね、これも考えてみてください。それで分かったらね、これまた大きな進歩だと思いますよ。こうやってたくさん分かるようになっていくと、今度はね、英語でも上手に書けるようになるんですよ、ね、ネイティブが読んでも少しも恥ずかしくないね、英語がきちんと書けるようになる。それって大事だと思います。で、まあ、将来的に今ももうすでにその傾向があるとは思いますけれども、翻訳のねお仕事をするとき、実はね、私は例えば英語から日本語しかやりませんとか、日本語から英語しかやりませんと言うと、日本ではお仕事あんまないそうです、はい、両方できますと言える人の方が断然お仕事は来るそうです。じゃあ例えば私は日本人で英語は第一言語じゃないんですけどと言っても、いやいいですよ、ネイティブにちゃんとチェックさせるからって、ね、お仕事くださる方が増えました、うん、というのはもうやっぱりその英語でも日本語でもね、じゃあ原文が必ずしも文法的にこうパーフェクトな素晴らしい言葉で書いてあるかというと、そうじゃないことも多くってね。でそうしますと、やはり英語のネイティブと日本語のネイティブが話し合った方が原文がよりね正確に読めるっていうことが多いんだそうです、うん、私もそういう経験何回もしました。香港来る直前もね、ある日本語の文章を英訳してたんですけど、日本語の意味が分からなくて随分苦労しました。まあ、分からないときはね、もう筆者に聞くのが一番いいんですけどね。だけども筆者がいないなんていうときは誰かと相談して、とにかく翻訳を作らないといけないです。実際ね、日本はね、翻訳の締め切り、これものすごく厳しいです。1分でも遅れたら苦情のメールが来ます。本当です。もちろんその香港の、ね、方々もその時間には非常に厳しいと思いますけれども、日本 の、ね、その翻訳エージェントが翻訳のクライアントはもう時間に大変厳しいです。ですから納期は絶対に守らなくちゃいけないです。でその時に自分を、ね、これから新人の翻訳者さんとしてね、じゃプロモーションするという時に、私は英語から日本語、日本語から英語もできます。もしくは英語から広東語、広東語から日本語もできます。英語から北京語、北京語から英語もできます。要するに両方できた方が、ね、お仕事は取りやすいって言われてるんですよ。ですから皆さんも目指している人はぜひね、両方向できるようにしておくといいと思いますよ。から字幕なんですけれども、字幕はね、さっきもざっと説明しましたけども、いわゆる産業翻訳とは訳し方が違うので、特別のねトレーニングが必要だと思います、まあ、日本にはその特別のトレーニングのための、ね、字幕学校っていうのもたくさんありますしね、そうなんですよ、字幕学校もたくさんありますしね、SBS もそうなんですけれども、 SBS はね、私は翻訳の資格持ってますっていうと一応考慮には入れてはくれますが、だからといってすぐ採用はしてくれないそうです。そうではなくて、 SBS が望むような翻訳を迅速に、ね、できるかどうか、そっちの方が大事なんですね。ですから SBS の中でもう一回試験があるそうです、ね、ちなみに SBS の方に言わせると、この字幕の作る、ね、時間なんですけれども、1時間分ですから、1時間分の例えば映画なら映画、アニメならアニメの字幕を作るのに6日かかるそうです、ね、
だから時間のオーバーしちゃいけないとか、言葉を選ばなきゃいけないとか、スタンダードな会話してるのに間違って差別用語を使って訳してしまったとか、そういった問題がたくさん出てくると、どうしたってね、何回も何回もやり直ししなきゃいけないと。そうしますとね、1時間分作るのになんと6日もかかっちゃう、ね、しかも小さなお部屋でずっと詰めてやるわけですからね、うん、でもまあそれでも好きな人はね、その分野で頑張ってるわけなんですけど、でまあ、先ほどザ・ブラックドッグのね、お話をしましたので、もうちょっと例を出しますと、グリーンバッグね、これこの間ね初めて知ってびっくりしたんですけど、なんとこれ弁護士の職業というね、弁護士職という意味があるそうですね。オーストラリアでグリーンバッグって言ったら、要するにポリ袋をね使うと環境に悪いから、みんな布で使ったグリーンバッグをね持っていきましょうって、そういう意味のグリーンバッグになるんですよ。まあ、この間ね非常に特殊な文章を読んでたら、グリーンバッグって弁護士の職業のことだって分かって、もうびっくりしました、ね、ですからまあ翻訳もね通訳と一緒なんですけど、一生勉強なんだなって思います。エレベータートーク、ちょっと古い辞書を引くとバカバカしい話っていうね訳が出てくるんですよ。ところがね、最新の辞書をねオンラインで引いたら、非常に簡潔な的を得た話のことも言うそうなんですよ。これまたびっくりしました、ね、ですからもうね、言葉の意味もしょっちゅう変わりますので、古い辞書を使ってると仕事にはなりません、ね。だから私はね、辞書をしょっちゅう買い替えるよりは、インターネットのね辞書っていうのをしょっちゅうね新しいものをブックマークしてます。それでも足りないので、原文筆者に問い合わせるということを必ずやるんです。インターネットもね最新の情報を載せてくれてるとは限らないので、となるとやはりね、もうどうしても分かんないときは原文筆者に聞くとか専門家に聞くとか、そういうことをしないといけないですよね。からまあ、もう一つ、これはオーストラリアの、ね、若い人が使うんですけど、It's cool か It's sickening、 これ両方ともかっこいいって意味だそうです、ね。まあ、sickening なんてね、私たちの感覚からいくと気持ち悪いって意味になると思うんですけれども、オーストラリアのティーンエイジャーなんか It's sickening ってかっこいいという意味だそうです。もしティーンエイジャーが出てくるような映画の字幕を作っててですね、あるティーン、オーストラリアのティーンが「It's cool」とか「It's sick ね」って、それを、ね、例えば気持ち悪いって入れてしまったらね、とんでもない誤訳になるんですよ、ね。だからまあ将来的にはですね、まず注釈をもっときちんとつける翻訳っていうのがもっともっとあってもいいんじゃないかということ、ね。それからやっぱりその間違ったサブタイトルでつけてね、出てるアニメとか映画の DVD っていうのは、と考えてもよろしいとは思えませんので、もっと正しいものをみんなが作っていかなきゃいけないということですね。それから、もう一つはね、クライアントとの付き合い方っていうのも、これからね、もっと翻訳とか通訳の、トレーニングコースでね、強調されてもいいと思うんですよ。で、訳せばいいっていうものではなくて、クライアントとうまくやっていくっていうのは非常に大切な要素だと思います。だからどうやったらそのクライアントとうまくディスカッションができるかとか、ね、一つだけお話ししますと、じゃあもし原文読んで分かんなかったとしますね、分かりません教えてください、これダメなんです。そうではなくて、ここがどうしても難しくて、私はこれだけ調べて、これだけね分析して、大体こういう意味じゃないかと思うんですが、やっぱりね誤訳したくないんで確認したいんですけど、教えていただけますか。自分でねもう相当努力して、その後で教えていただけますかって言わないと、クライアントはねほとんど聞いてくれないんです、ね。ですから、分かりません教えてくださいだと、なんだこの人努力もしないで、ね、人に頼ってばっかりだ思われてしまうんですね。そうじゃなくて、自分で努力すること、それが大事かと思います。ですから、まあそういったその総括的なね、なんか翻訳通訳コースっていうのがこれからもっともっとできてもいいなってね思うんですよ。まあ、翻訳の未来に関しましては、香港はどうかわからないんですけど、例えばオーストラリアなんかでも字幕の、ね、コースっていうのがもっとたくさんできてもいいと思うし、ね、それから字幕翻訳といわゆる産業翻訳や文芸翻訳の違いっていうものもね、強調されてもいいと思うんですよ。そうやって翻訳の
こうトレーニングコースとそれから翻訳者の意識ですか、それをね広くしていく必要があると思うんですよ、ね、もう一つありました。今アメリカでは3つの言語でやる翻訳通訳というコースが増えてるんです、ね、が皆さんは例えば英語ができる、日本語ができる、広東語ができる、もしくは北京語ができる、3つできるじゃありませんか。これね将来的にものすごくね有利だと言われてますよ、ね、3つできたら、ね、例えばそのじゃこのアニメを最初英語にしようとか、で今度は日本語にしてみようとか、日本のアニメを英語とそれからじゃあ北京語で作ろうとか、英語と広東語で作ろう、で1人か2人の人がチームでやればいいんですもんね、うん、それって非常にいいことだと思います。まだオーストラリアとか日本ではねその3つの言語でやる通訳翻訳っていうのがあんまりね強調されてないと思うんですが、これはもうアメリカではすでにもう実行されてることですのでね、有望だと思いますよ。皆さんたくさん言語できるんですから、どうかねその言語能力を生かして、それで、まあ、通訳を、まあ、そして翻訳をやってみてください。で、この辺りでですね、どなたか質問がありますか。何でもいいです。はい、ありがとうございます。先ほどちまくの翻訳について伺いたいことがあります。今ねとっても日本のアニメ、ドラマ、番組とかたくさんありまして、 それに伴って中国でそのボランティアのちまくチームもたくさん存在しています。そういうちまくを見たら、例えばいろんな面白いことがあります。例えばさっきの、有名人の名前とか、よく見た翻訳はその、パラフレミングじゃなくて、例えば有名この人は、日本のある有名の笑いさんのように 何とかしたら、その似てる、特徴に似てる中国の笑い芸人の名前変わったり、有名な例えば高い、モールで何か買ったら、じゃあ中国でみんな知ってるあの有名なモールの名前買ったり、変わったり、そういう通訳はどう、先生はどう思われてますか。まあ、通訳の現場ではね、そういうことをする場合もないことはありません。うん、でも翻訳の場合はね、やはり例えばじゃあオーストラリアの非常に有名なコメディアンの名前が出てきた、それを香港で有名なコメディアンの名前にしてしまうと誤解されちゃうかもしれないんですよ、ね、あこの香港で有名なコメディアンがオーストラリアのなんか番組に出たのかなっていうね、誤解される場合もあると思うんですよ。だからその時はフェイマスコメディアンとかね、そうやってこうちょっとぼかすというんですか、パラフレーズするという人もいますね、うん、だからどういうものを訳すかによって、そのものズバリの名前を訳すのか、それとも別の名前にするのか、それともちょっとぼかすのかっていうね、それは状況によって違うと思いますね。はい、もう一つ、はい、字幕はあまり注釈はついてないんですけど、今ネットでのそういう字幕はよくみんな上の方は注釈書いてます。それで例えば知らないネットだからみんな見てるときポーズ入れて読みます。それ逆に私にとって勉強になっているかなと思っています。それでもこれからそんな傾向がありますか。その注釈も字幕にも入れようという考え、そうですね、やっぱりその映画とかアニメっていうのは特にテンポが速いものはね、注釈を入れてしまうとそれ読んでるうちに次のシーンになってしまいましたとかね、そういうアクシデントがありますので、それはまだね考えられてはないと思います。ただネット上ではね、もちろん今のね意見のように、注釈を入れた方が分かりやすいね映像っていうのもありますよね。それはもう入れていいと思うし、その傾向はどんどんと強くなると思うんですよ。だから注釈が入った漫画、これはもう今当たり前になってきてます。日本語の漫画の英訳をねいくつか見たんですけれども、やはり日本ならではの例えばお盆とかね、
それから、精霊流しとか、ね、その習慣のない人にはわからないものはみんなね注釈ついてるんですよ。それはいいと思うんです、ね、ただ映像だと例えばねアニメとかその映画だとどうなのかなということはちょっとまだね不安があると思うんですよ。他にありますか。はい。お話しいただいて本当にありがとうございます。もし締め切りに なった場合は、そして自分は原文筆者に確認できない場合はどうしますか。自分がまたその就職が進めてきて、もうどんなに原文の筆者に確認しようとしても答えてくれないとか、出張中だとか見つからないとかいろいろアクシデントがあるんですね。そういう時は自分でここまで努力しましたっていう努力を見せればいいと思います。たまにあるんですよね。ですから筆者には確認できなかったけども専門家の人に聞いたらこういう答えであった、それから専門書の何々を引いたらこういう答えであった、その専門のウェブサイトのこれを引いたらこう書いてあった、ゆえに私はこのような和訳をつけました、または英訳をつけました、ね、しかしながらもう一回最後の確認が必要かと思いますと。つまり参考文献の、そうです、参考文献をね提示しておくんですね。でいい加減なものを使ってなければクライアントもあここまでやったのかということで分かってくださることがほとんどですね。特に小説とかね詩とかねああいうものの翻訳ってものすごく難しくって何言ってるのかもう分かんない時があるんですね。ヘンリー・ミラーという人知ってます？随分前の人ですけどね、ヘンリー・ミラーというねこれアメリカの人だと思いますけども、この方の詩を日本の吉行淳之介という作家が和訳したんですよ。これ読んでも分からなくて、で下訳の人が一応下訳っていうのを作ったんですね。それを読んでもわからないと、でとうとうヘンリー・ミラーに手紙書いたそうですよ、吉行淳之介さん。そうしたらヘンリー・ミラー非常にいい方でね、ちゃんと返事が来て吉行さんのね質問に全部答えてあったそうです。ですからまあそれをもとにもうそれっても大変な苦労をして訳したって書いてらっしゃいましたよ。だけどそうやってね私をここまでやりましたっていうことを努力をこう見せるというのかな、ある意味じゃないとね、いい加減なことやったって思われたら困りますよね、今では映像翻訳士とかという資格もありますよね。そうですね、字幕ですね、はい、はい、そういうのが、昔の時代なかったんですけどね、今は字幕女王の渡辺敦子先生、はい、昔大時代ですからね、まあ、もちろんそういうのですけどね、よく今の人が南って言ったら、ね、よく批判してますよね、まあ、間違えてばっかりとか、ね、それはどう思いますか、渡辺先生の。例えばそのアメリカならではの固有名詞とかね、それで日本であんまり知られてないものだとやはりパラフレーズするしかないんじゃないのかなと思いますね、ですからね、アメリカによっぽど長く暮らした日本人以外はわからないようなねものの名前を出されて、それをそのまんま字幕に入れてしまってもね、他の人は全然わからないと、ね、そういうアクシデントがどうしても起きてしまうと思うんですよ。それでね、言い換えたりとかそういうね工夫してらっしゃるっていうことが非常に多いんじゃないかと思うんですよ、ね、ですから今日本の字幕学校がどれだけそういうところを教えてらっしゃるか分かりませんけれども、その工夫は大事だと思います。逆にその日本の映画を英語の字幕付きで見てもこれはもうどう考えてもこんな短い時間でそのまんまね直訳されてもネイティブイングリッシュスピーカーズにわからないわというのはみんなパラフレーズしてありますよね、それなんじゃないのかなって思うんですよ。例えば寅さんっていう有名な映画がありますけど、あれなんかはそのまま英訳してもわからないのがいっぱいですよね、例えば2人の間にできた可愛い赤ちゃんとか可愛い子供って言ってないんですよ。2人の間にできた可愛いチョロマツちゃんって書いてあるんです。
それがトーマスちゃんってそのまま訳してもね、またローマ字にしてもきっと誰もわかんないと思うんですよ。そうなるとパラフレーズが必要なんだと思うんですよね。それからまあトラさんなんかはそういうね言葉のもう宝庫だと思いますので、英訳をねもし手に入ったらね、英語のサブタイトルを見ながら勉強されるといいと思いますけど、その今チャールズ先生がおっしゃったことって字幕翻訳者のねもう本当に悩みの種だと思います。でだからよく知ってる人はね、あ訳してないとかね、うん、言うかもしれませんけれども、でも事情が許さないことも非常に多いと思うんですよ。他に、はい、そして今中国大陸でアメリカのトークショーなどコメディ番組がとても流行っています。その字幕なんですが、まあ、例えば あるシーン、アメリカ人が見ているととても面白いと感じましたが、しかし文化の差がありまして、中国人だとこれはどうしてユーモラスなのかわからないんです。そのシーンについて多分役者はUrban Dictionaryなどを調べると、その、まあ、文化の後の、まあ、例えば物語とかその人物に関する物語が分かっていますが、しかし物語といえば起承転結があります。例えばトークショーをしている人はただその人物の名前を出してアメリカ人は全部わかる、どういう物語か全部わかります。しかしこれは字幕をするときは起承転結がとても長くて、この場合はどうしたらいいですか。起承転結が大変長くて字幕にはとてもできないようなときがある。それはもうね、そのメインポイントだけをね、メインポイントだけを字幕に載せる方がほとんどではないでしょうか。長すぎると結局読んでるうちにね、もう番組が終わってしまったりするので、非常にね、こう逆効果といいますか、ね、ですからあまりにもその字幕が入れにくいものというのは、それでもね、皆さん見る権利があるわけですから、字幕翻訳者が苦労して訳すんですけれども、本当にメインポイントだけ、それからその文化の中に住んでないとわからないようなジョークなんかは、一応訳しても、見てる人がね、全然面白くないっていうこともあります。ね、かいろんなその字幕付きのものを私も見ましたけれども、ジョークによっては訳してないのもあるんですよ。はい、訳しても面白くない。もしくは理解してもらえない、ね、まあ、ジョークだけじゃありません。ことわざもそうなんですけれども、はい、日本語でね言っている言葉全然、別のね英語になってたなんていうのは大変多いと思いますね、うん、だからそれはこれからのね大きな課題だと思います、ね、ですから皆さんがこれからはじゃあ例えばそういうトークショーのね字幕をつけるときに新しい手法を生み出したらいいと思いますよ、ね、せっかくそういう疑問が出てきたわけですから、どうやったらねより簡潔に、そしてより中身を見てる人に伝えることができるか、新しい字幕のね方法の開拓、いい機会だと思います。今では、ネットで流行っているビデオですから、後にはコメントがついてあります。じゃあトークのコメントは何分何秒のその注釈はここのウェブサイトをクリックして、そのところには詳しい説明がありますとか、しかしやはりどう思いますか、ちょっと変な感じがします。そうですね、いちいちそのウェブサイトにアクセスしてクリックして中身を読む、ね、それがちょっとしんどいという人とかね、それをやってるとなんとなくこうしらけてしまうとかね、いう人もいると思うんですよ、ね、ですからやっぱりその
まあ、あるそのコメディを見てましたら、やっぱり全部ね訳すわけにはいかなくて、本当にみんなに分かるところだけね訳してあったのがあります。でそれは非常にその役者した方はもう苦労なさって、仕方がなくそうなさったんだと思います。一つもう一個例を挙げましょうか。スタンリー・キューブリックという映画監督がいるんですけど、この人のねフルメタルジャケットっていうね、まあ、ちょっと古い映画があるんです、まあ、戦争関係の映画ですけどね。日本にねこれフルメタルジャケット来た時にですね、スタンリー・キューブリック監督がいわゆるその字幕の作り方で、あの端折って訳しちゃダメだって言ったそうです。全部訳してください。はい、それでもうやりたい役、字幕翻訳者がなかなか見つからなくて、それである映画関係の方が全て役を入れたらしいんですけどね。だけどこれはもう字幕を読むだけで大変な苦労だったと思います。映像の方がどれだけ見れるかわからないですね。ですから今じゃあ例えば日本に帰ってフルメタルジャケットの字幕付きを見たら、もしかしたら別のバージョンが出てるかもしれません。だってそんな全部ね字幕にしてあったら読むだけで時間が終わってしまいますよね、うん、でもそれは今おっしゃったことは非常に字幕の新しい、ね、方法を生み出すきっかけだと思いますので、ぜひ追求してみてください。他に字幕をずっとみんなおっしゃっていますが、実は昔吹き替えもあります、はい、その吹き替えのそういう、もちろん事前に台本が必要ですけど、そういう台本と字幕は両方完結の必要ですけど、絶対違うのがあると思います。例えばそのポイントとして、吹き替えの台本と字幕だけの台本は区別のポイント、はい、吹き替えの場合は、文字で入れるよりもよりねたくさんのね言葉を入れることができるんですよ。こっちの方がスピードが速いでしょう、ね、ですから、その吹き替え、まあ業界ではボイスオーバーって言うんですけれども、ボイスオーバーの場合はずっとねその文字数は多いですね、ただそのどうでもいいような、ね、言葉はもう入れないで、例えばプロモーションの言葉がたくさん書いてあったら、できる限りそれを全部ボイスオーバーしてください。そういうことはね言われますよ、はい、あちなみにねボイスオーバーの仕事はね通訳に回ってくることもありますよ、はい、うん、通訳者さんって原文を見てねすぐさ訳語が出てくる、ね、でしょ。だから原文を見てちょっと練習するとボイスオーバーができるっていうことはあります。じゃあもう時間です。ありがとうございました。ありがとうございます。通訳とこの翻訳の深さですよね。だから 2言語を話せるかけると、あるいは多言語の話者であるとかけできるような感覚を持っている人が多いんですけど、でも実際にはね奥が深いということがよく分かりました。まだ小川先生はまだ、今週日曜日ですか。今週も日曜日の夜またねシドニーに帰るんですけれども、それまでなんか質問のある人はどうぞメールでもいいですし、ね、してみてください。では最後にもう一言申し上げます。こうして香港理工大学でセミナーをねさせていただくのは初めての経験でして、でまあこのようなセミナーが実現したのもですね、こちらにいらっしゃる照屋先生のおかげですので、とても心から感謝いたします。から大学ねの皆さんにも感謝いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。